はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正孝です。今日はカナダ政府が作った大麻を安全に使うための10か条というのを紹介していきたいと思います。ご存知と思いますが、カナダは2018年の10月に嗜好品としての大麻を合法化しているわけです。これは国としてはウルグアイに次ぐ世界で2番目の英断になります。それに伴って正しい使い方というのをですね、国の方が推奨していくという形で、カナダのリスクを下げる大麻使用ガイドライン、日本語にするなら安全な大麻の使い方心得10か条というのをですね、作っているので、今日はこれを紹介していきたいと思います。第1条、リスクが伴うことを自覚すべし。合法化したって聞くと、国がね、まるで無害であることを認めたかのようなね、印象を受ける人もいるかもしれませんけれども、決してそういうわけではないですよと。全ての大麻製品には何らかの健康を害する可能性がありますので、そのようなことを理解した上でですね、リスクを踏まえて使いましょうねということがですね、提案されています。第2条、これは大人になるまで楽しみに待つべしと。で、大麻をですね、吸うことによる脳の萎縮とかね、なんかそういう発達への影響というのが未成年に関してはあるかもしれないというですね、データが出ていますので、これはなるべく若い人に関しては大麻を使わない方がいいだろうと。逆にだんだん年を取ってくれば来るほどに大麻を使ってもそういう健康への影響が出る可能性は低くなるので、楽しみに大人まで待ちましょうということが提案されています。第3条、マイルドな品種製品を選ぶべしということで、お酒にも度数の低い缶チューハイから非常に高いウイスキー、焼酎のようなものまでいろいろありますよね。大麻も同じで、その THC という成分の濃度によってですね、非常に強く精神作用が出るものからですね、あまり出ないものまでいろいろあると。で、あまりにですね、THC の濃度が高いものに関しては、被害妄想とかですね、そういうものが出やすいので、なるべくですね、マイルドなものから使うようにしましょうということが提案されています。第4条、自然由来の製品を選ぶべし。大麻の成分を模した化学的な合成物質、これはですね、合成カンナビノイドと言われて、脱法ハーブとか危険ドラッグに含まれる成分なんですね。で、こういうものは天然由来の成分と比べて非常に危険性が高いので、使うなら天然由来の大麻の成分を使いましょうというふうに推奨されています。第5条、喫煙は避けるべし。大麻の最も一般的な使い方というのは、タバコのように火をつけて燃やして煙を吸うという形になるんですけれども、これはですね、燃焼するときにタールなどの不純物が出て肺に悪影響を与える可能性があると。ですので、今選択肢として電子タバコのようなものとか食品に含まれるようなものっていうのがありますので、そういう吸わない形を取った方が体への負担が少ないんじゃないかというふうに提案されています。第6条、それでも喫煙するときは息止めは避けるべしということで、もしね、それでもやっぱり燃やして吸いたいという人に関しては、この息を長く止めるのはやめた方がいいということが言われているんですね。大麻の有効成分をなるべくですね、無駄なく吸収するためにという意図だと思いますけれども、大麻を吸う人はですね、こうっとしたまま煙をずっと肺の中に留めるということをしがちなんですけど、これはね、 THC の吸収に関しては影響はないけれども、タールなんかのですね、吸収率が上がるので、百害あって一利なしです。息止めはやめましょうということが推奨されています。第7条はですね、使用頻度を落とすべしと。で、何でもそうですけれども、毎日毎日ですね、ずっと使っているとこれは依存になりやすいということですので、大麻を使う場合にも、なるべくですね、使う日数とかですね、時間を決めて節度を持って使用するようにしましょうということが提案されています。第8条、吸ったら乗らないを徹底すべしと。で、お酒ほどではないにせよ、大麻のですね、酩酊というのも自動車の事故を増やすリスクがあるというデータが出ておりますので、もう大麻を吸った影響下では車の運転をしないということを徹底しましょうということが言われております。第9条、統合失調症、依存症の者、そしてその親族は使用を控えるべき。で、妊婦も使用を控えるべしということが言われております。大麻を使うことによって、その慢性の精神症状みたいなものが出る人というのは稀にいますし、常に依存になることもあり得ると。で、そういうのはですね、精神疾患がある人とか、精神疾患の家族がいる人、そしてですね、依存症の家族がいる人、自分自身が依存症になったことがある人、こういう人に起きやすいというデータがあるので、そういう人は使うのを控えるか、気をつけた方がいいだろうということが提案されています。これは大麻が悪いのか、そもそもそういう人たちにはですね、依存になるような精神的な傷とかですね、バックグラウンドがあるのかということに関してはですね、ちょっとはっきりしないところではありますけれどもですね。また妊婦に関しても、どのようなリスクがあるかわからないので、使用を控えるべしというふうに政府は見解を述べております。第10条、2から9条のリスク行為を掛け合わせるのは避けるべしと。これどういうことかというと、これまでに述べたですね、リスクの行為をですね、掛け算して本当のリスクというのはですね、計算されますので、例えば精神疾患の家族歴のある10代の男の子が
THC 濃度の高いですね、大麻を毎日毎日吸ってるとなると、これはですね、4つのリスク行為が重なっているので、非常に危険性が高いんじゃないかというふうに考えられるわけなんですね。そのようなことを考えてですね、少なくともですね、掛け算するのはやめましょうねということがですね、言われております。というのがですね、カナダの10ヶ条でした。いかがでしょうか？かなりね、現実的な具体的なところにまで踏み込んでいて、かつですね、ハームリダクション的な考え、少なくとも、行き止めはやめましょうねとかですね、現実に即した提案が行われているっていうのが非常にね、面白いところかなと思いました。日本のですね、薬物教育っていうのは、もうとにかく全部一緒にしてダメ絶対、それでおしまいですので、こういうですね、雑なですね、薬物教育はさっさと撤廃した方がいいなと私は思っております。ということでですね、皆さん違法行為はダメ絶対なんですけれども、使用に関してはですね、カナダがこのような安全のガイドラインを出しているというですね、そういう話でした。ということで今日はここまでありがとうございます。